2022年の東大英語、先ほど行われた問題ですね。芸術は社会の役に立つべきだという主張についてどう考えるかですね。 I believe the arts should not。 こいつが一番難しかったですね。 C でした。 C。問題始まりました。もちろんです。さあ、今回なんですけども、2022年の東大英語、先ほど行われた問題はですね、武田塾イングリッシュ池袋校の、はい、ユーゴ先生。よろしくお願いします。はい、My name is Hugo。はい、ネイティブスピーカーですので、で、日本語もわかるということで、どうだったのかですね、聞いていきたいと思います。それぞれですね。どうでした、問題？おう、いや、今年も結構大変でしたね。いっぱい頭使って、はい、私は英語ネイティブスピーカーですけど、この文はね、日本人はこれ解釈できるのはすごく優秀な人しかできないなと感じていました。それぞれ見ていきますね。最初の要約問題ですね、僕これ教えたことあるんですよ、この文章。次第のクラスですねに入ってたんですけど、まあ、同志社2004年の問題なんですけど、これどうですか、要約するとなると。まあ、私人類学専攻だったのね、はい、テーブルマナーズってのマナーはどういうものか、どこから始まったかっていう、うん、話ですけど、興味深い話でした。うん、食べるという行動はただただ栄養を取るだけじゃなくて、その行為に様々なものが付随するっていうような感じですね。コミュニティだったりとか、言語だったり、テクノロジーだったり、モラルだったりとか、そういうものが付随するっていう話です。で、続いて、文挿入の問題ですね。はい。この問題どうでしょう？はい、会話の長さはどれぐらいがお互いに満足するかっていう質問でした。そうですね。はい、どの程度で終わればいいのかとかですね、うん、そういう話でしたけど、最初1番がいいで、最初ですね。はい、あ、いいだ、はい、これはいけるかなと思いますね。元のサイエンティフィックアメリカの文章だったんですけど、まあ、実験系なんですが、ちょっと優しくなってましたね。分かりやすく加えられてました、文。はい、で、次2番が C でありますか。はい、はい、C。 ゼムがあったりとか、ファミリーとかフレンドとかも本当でしたね。うん、で、E が並べ替え問題ですね。はい、本当にぐちゃぐちゃな英文なんですけど、はい、してネイティブスピーカーにも結構大変でしたけど、 When they would have liked the conversation to have been over。 はい、正解ですね。これ元の文章よりも難しくしてます。いやらしいですね。これ been over じゃなかったです。ended でした、元の文章は。だからわざわざもっと悩むようにしてますね。ひどい、ひどい問題だ。はい。そして3番が D でやってますかね。D。はい。問題は多分4語ですね。クエスチョン入れるかが、はい、BF でやってますね。BF。はい。はい、ですね。これちょっと難しかった人もいるかなと思いますね。どっちでも英文、文章としてはフローがあるんですけど、うん、内容をしっかり考えたら B と F って、はい、決定すると思います。はい、続いて作文です。おー、はい、さあ、おーっと書いてくれました。今回の内容は、芸術は社会の役に立つべきだという主張についてどう考えるかですね。まあ、以降は芸術は関係ないって書くっていうのもありますし、芸術っていうのは役立てればいいんだっていう考え方もありますね。実際コマーシャルなんてアートでできているものですからね。ホームページだって何だって重要ですからね、うん、っていう話はよく授業でするんですが、どんな感じで書きました？いいですか。はい、I believeThe arts should not be used to benefit society. My reason is that I am suspicious of what certain people mean when they say benefit society. Do they mean we should support the status quo? That would make the arts a weapon of oppression. Or if the arts are used only to support repressed minoritiesThis could cause civil unrest. Artists themselves should have the freedom to choose what purpose their work has. という感じですね。Oppression とかね、ちょっと抑圧とかありました。これ反対の立場で書くわけですね。そして和文英訳ですね。これなかなか大変じゃないですか。外部に立っているからこそ見えるものがあるのだから、それはそれでいいのだが、私などはもし自分が旅人ではなく現地人だったら、この街はどんな風に見えるだろうと考えることも多い。日本語大丈夫でした？これ読めました？日本語は大丈夫でしたけど、はい、そうですね、日本語に英語訳ってすごく言語的に違って、ニュアンスもそのまま訳したいっていう気持ちで書いたんですけど、はいはい、いや大変でした。いっぱい頭使って、はい、どんな風にしましたか？Okay, my answer. Some things you can only notice them when you're on the outside looking in, and that's fine. But for people like me, we often wonder, if I was not a traveler, but a local, how would I see this town?
はい、そうですね。ワンダー出せるからなって思いました、僕は。ああ、そうですか。イマジンとかだとどうですか。イマジン、ああ、We often imagine、そっちの方がいいかもしれません。はい、さすがです。イマジンの方が。で、If I was ってあのネイティブスピーカーいますので、結構質問来るんですけど、If I were じゃなきゃダメですかって来るんですけど、普通に大丈夫ですので。そうですね、はい。はい。はい、西英語問題、こいつが一番難しかったですね、むちゃくちゃ大変でした、僕には。元の文章も見てきましたけど、さあ、どれ選びました、これ、最初の答えなんですが、E を選んだ。けど、私、本当に自信がないです。いや、本当にこれは無理だと、僕もなんだって思いましたけど、本文見たらですね、C でした。C? To be がいらない。It is to be, it is exactly.それやられました。あやられましたっていうやつ。いや、これむちゃくちゃ難しいですよ。はい。To be でも英語の音はそうですけど、ね、It is to be effectively suppressed でも、私でもそれでいいなとは。Be to 不定詞ってね、あったりするんで、いや難しいです。もしかしたらね、他間違ってるとこあるのかもしれないですけど、一応本文、本物を見たとき、ここが続いてですね、22番は、これがですね、2箇所、もともとの文とは違っていたんですが、あ、正解だと思います。はい、そうですか、E、私選択しました。はい、E が had made じゃなくて、had done の方が、はい、いいのかなと思いました。はい、正解です。で、ちなみにもう一個本文と変えられてたのはですね、A がですね、fit in のところが aligns でした。本文。でもこれは意味同じだから、優しいのに変えてるだけです。はい、そして23番は分かりやすかったです。21と22はもう、はぁって感じでした。僕はもう、捨て物だなと思ってたんですが、23は見つけられますね。はい、見つけられます。はい、B。はい。In other societies and at other times.ですね、はい、これが必要です。これはね、見つけられました。はい、はい、24番は In early 7th century, A 7th century, Japan はあってああ、ダメか、ダメか。そうです、D なんです。 D, remains as extremely ああ、remains as extremely as いらないですよね。 Extremely, ああ、as なくして remains extremely relevant today。 なるほど、はいまあ、いわゆる SVC の C の前にこれは受験生なら気づけますね。いわゆる as の後ろに形容詞あるんで extremely relevant っておかしいなっていうふうに気づいてます。25は簡単だと思います。E は合ってます。 E? What? Please tell me the answer. A A, I was interested in this question、答えをですね I have been interested in this question. Just interested. I had been interested in this question. Okay.これはいやらしい問題だと思いますね。Since my school days だから今のことなんで、I've been interested in this question. この when のね、塊 school days を説明してますね。My grandfather drew my da 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 っていうのは school days の説明ですね。Okay. Oh, I see. Yes, that is better. 続いて和訳ですね。おお、すごい訳してる。和訳は私の一番苦手な場所なので。はい、最初、He didn't think so, as his teacher had told him to check out a book with a yellow label というやつでしたが、この層の中身を訳さないといけない。彼は先生から黄色ラベルついた本しか借りることができないと言われたので、So どう思ってたのか、はい、この本を借りれることを思ってなかったです、はいはいはい、そうですね。そう、このチェックアウトですね、借りれるですからね、これね、チェックするとかやっちゃいけないですからね。そうですね、チェックアウト、はい、これは図書館なんで。Check out my book. 次ですね。There is a divide between the noble calling to teach children how to read and the equally noble calling to inspire love of reading. この calling でしょうね、やっぱり。calling。受験生は相当悩んだと思いますが、さあ、どういうふうにしました？いや、私もこれでいいのかなと思ってて、はい、読み方を教えるか、本を読む楽しさを教えるか、はい、両方とも高貴なミッション2つに分かれて。あ、ミッションにしたんですね。なるほど。どうですか。僕はちなみに使命感。使命感。使命感って分かりますか。使命感ですね。はい。It's like an obligation. はいはいはい。語彙力を、はい、復習します。はい、というので分かれてるわけですね。どうやって読むのか教えるのか。いや、読む楽しさを教えるんだよ。ね、で、分かれてるわけです。はい、最後がですね。Reducing choice, whether through labeling.Age-related rules or restrictive policies. It's not a strategy that makes students fall in love with books and reading.、ね、はい、strategy. Strategy. Strategy. いればよかった。チョイスを減らすこと、ラベルを使用したり、年齢に対するルールを決めたり、
制限的な方針を作るなど、こういう行為では子どもは読書を好きになるわけはない。ストラテジーってちなみに知ってますね。まあ政策戦ですよね。ああそうですね。ストラテジー、作戦とか戦略とかですね。戦略か戦略とか、あとチョイスですね。チョイスって何ですか。選択肢か。選択肢は選択肢って悩んでたんですね。ですけど、チョイスのいいのかなと許されるのかな。はい。あでもすごいですね。日本語すごい上手い。いや本当に。で最後のやつですね、バディランゴイチっていう題名のものから来てたんですけど、ジェンダーでね、なかなか面白かったんですけど、なぜアンティンカボーなのかを説明しなさいですね。はい、What is unthinkable in this typical 1980s American town? この男女の社会の役割がすごくしっかりしてる、厳しい街に、そして時代に、女子が男役、あ、ミュージカル、現役で女子が男役を演じたっていう話ですね。はい、その通りですね。並べ替えですね。How had they known what they looked like? これが、この So easily があるじゃないですか。So easily ですね。でもこれ元の英文見たら、How had they known so easily? って前にありました。What they looked like って。変えてますね、だから。はい、これはね、How と What の使い方分かってれば大丈夫なんですね。誰がどのように感じたのか。There is only ease。この主人公で、ね、主人公で書いてる人、はい、主人公が本当心の中は男だけど体は肉体は女子女っていう、まあ、複雑な状況ですけど、その子が男子役、そのミュージカルで男子役やってると男役のはすごく簡単だった、すごく楽だった。ビデオ見てるだろ、はい、その男役はそんすごくナチュラルでできた、はい、There is only ease、うん、それは男役するのことです、ね、うん、男役でやることが、男を演じることですね、が簡単だった、簡単だった、はい、いやこれが一番難しいかなと思いました、この問題で、はい、やっぱり、あ次は一番簡単ですね、はいはい、パッ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 と僕も全部一切迷わなかったんで、はい、最初がマイペースフラッシュですよね、フラッシュ、顔が赤くなることですね、これ知らない人が結構いるので、うん、次はヘイトですね、ヘイト、watching my videos of myself、で次はマイショックですね、ショック、ショック、ショック、で次が29がプレジャー、プレジャー、で30がラブ、ラブ、まあつながりますよね、最後はレイジね、レイジ、怒りですね、はい、品種も違うし意味も違います、で次が、イに入れるのはバレイで。女性っぽいものじゃないといけないので、はい、女性がやることを選ばないといけない問題です、うん、これは。Girls do ballet, boys play football っていう時代でしたね。はい。で、うが。はい、C。はい、C。これはまあ、そのままですね。すごい。これ分かってないと。そうですね。これ分かんないと他できない。そうですよね。はい、これ。できないじゃんっていう。ポンポンな。そうです、ね。女性だけど男性を演じたっていうのが、この、非常にこの文章がある理由というか。ですね、メイントピックなんで、はい、という感じでした。どうでしたか、良かったですかね。面白かったですね。でも、はい、いや、みんな学生さんすごく頑張っていたと思いました、はい、これに挑戦するのはすごいと思います。あ、すごいですね、はい、本当ネイティブスピーカーから言ってますけど、これはハード、はい、そうです、まあ、これにさらにリスニングもありますからね、はい、そうですね、はい、これ以上ですよね、みんな学生フォレンジックスフォレンジックスは一体何なのかっていうね、はい、まあ、これアメリカのねドラマ見る人だったら、ね、分かるかもしれないですけど、よく出てくるんですよ、ね、CSI、はい、そうそうそうはい、ということでした、はい、ありがとうございました、Thank you very much. Thank you very much. Thank you for watching. See you.